現実だろうがなんだろうが、要は全部潰しゃいいだろうが。そんな別に興味もねえし関係もねえ、シンクネーをこんなに仕上がったあのハチマキ、あいつは絶対ぶっ壊す。壊しちゃダメよ、回収しなきゃ。仲間の危機と自分の子供のピンチにも表情一つ変えずにお仕事ですか。いいですね、その悪魔じみた正義感。クアットロさんの愛しシルバーカーテン、電子が織りなす嘘と幻、銀幕芝居をお楽しみあれ。さーて皆様お立ち会い、演劇対決はいよいよこれからが本番。ルールは簡単、弾の数が多い方が勝ち、少なければ負け。両部活動の代表さんにドドーンとやってもらいましょう。まだ自己紹介してなかったよね。僕はユータ、よろしくね。私は北ミチル、よろしく。それじゃあチルチルちゅうとこやな。え、この子は僕の友達で右手のケンケンっていうの。まあよろしく頼むわ。口は悪いけれどいいやつだよ。ちなみにこっちは左手のコンコン、人見知りだけど知性派。よろしく。仕方ないじゃない、一気に人が増えたんだもの。何よ、女の子に荷物を持たせる気？何か言った？副社長、行儀が悪いな。すいません、私ったら夢中になっちゃって。何をしていた？考えていたんです、この物語のこと。物語？はい、1930年の11月に始まったあの一連の奇怪な物語のことです。ダムできたらうち親戚っちの方引っ越すって。引っ越しなんか嫌よ私。これ雪が作ったの。はい、東京で誰か芸能人見た？僕今日は君にさよならを言いに来たんだ。さよなら？うん。いいかいピッキー、僕はもう君には会えないんだ。もう行かなくちゃいけないんだよ。サジの夢は宇宙で働くことでしょ。私のせいでサジの夢が叶わないのは。いやねえ、私の夢をサジに託してもいい？え？夢を叶えて、それが私の夢なの。だから私の夢を叶えてサジ。ルイス、約束よ。おお、高津、緊張するぜ。よし、新聞用の構図本格的に考えなきゃな。そうだよ、どうせおめえは自分だけ褒められりゃいいんだろ。写真撮ったのは自分だってよ。こいつは大いなる謎だよ、チョコヤマくん。はい。私も昨日もやめかった。8月になったからほとんどやってないですよ。7月中は頑張れるんだけど、8月になると。明日ピクニックに行かない？ヘンリーにカール、それにリンダも誘ったわ。エミリーもリンダもやめなさい。紅茶でも飲んで仲直りしましょう。誰にでも誇れる世界で一番の人が私にはいるんだ。それはこのネオベネツィアが生んだ素敵な奇跡の。ああ！私今恥ずかしいセリフ言った。いや思った、考えた、恥ずかしい。禁止禁止、私に禁止。恥ずかしいセリフ禁止。恥ずかしいセリフ禁止。私に禁止。わけわかんない。恥ずかしいセリフ禁止。たくバカじゃねえの？え？脇役のくせに勝手な夢見やがって。いくらキャラ立てしたって脇役は脇役なんだよ。途中から見た人が不良アクションアニメと間違えたらどうすんだ？立場をわきまえておとなしくしてろこのハゲ。本当に？絶対だよ。おお、約束だ。うん、じゃあ指切り。はい。指切り剣舞、嘘ついたら青汁先輩のーます。なんで私たちが剣道部に入らなきゃいけないのよ。せっかく受験乗り越えてこれからめくるめく高校生活を始めようってのに、そのスタートがどうして目なの、ホテなの。だいたいね、そもそもね、私は剣道が大嫌いなのよ。ふん、美少女ですね、信じられません。私は今ロンドンにいます。シンガーソングライターとしての勉強をゼロから始めているところよ。
作詞も作曲も難しいけれど、私を待ってくれているファンの笑顔を思うと前向きになれるわ。何がいいところですか。朝っぱらからこんなところで校則違反です。小山田君、君も行けない。僕がですか。そう、源さんにいくら注意をしたって全然聞いてないんだもの。君がしっかりするしかないでしょ。でもでもじゃない。鼻の下伸ばしてるからつけ込まれちゃうのよ。不潔不潔不潔よ。小山田君の淫乱破裂。やめないでよパパ。僕もっとパパの試合見たいよ。パパのいるバッツが優勝するとこ見たいよ。ここなら安全よ。私クロニコ、この裏の丘に住んでるの。私いつもここに来て空を見上げているの。そうしていると辛いことや苦しいことがみんななぜだか流れていく。そしていつかは私もお金を貯めてこの星を出て自由になれるって。アポロアポロ、触っても平気？つっついたりしない？ふわふわだね、かわいい。いいな、フクロウの友達なんて。僕ね、初めて触ったポケモンは絶対ゲットしようって決めていて、それがさっきのヤンヤンマだったんだ。イケイモンスター